っと皆さん車間近いんじゃない、ちょっと近いんじゃない、夏夏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 夏秋冬あー綺麗、おーいかっこいい全米にどれくらいあるのか探偵ナイトスクープとかに数えてもらいたいよね。おはようございます。あら、ダックがいっぱいいますね。大きいね。昨日泊まったレストエリアです。朝8時ですね。草の中の餌食べてんのかわいいね。逃げなくていいよ、逃げなくていいよ。ほら、この辺でみんな餌やる人がいるのかな。人懐っこいね。はい、それでは出発します。現在朝9時ちょうどです。ここはケンタッキー州のフローレンスというところにあるレストエリア。昨日の夜から一晩泊まりました。ここからお客さんまではだいたい30分ぐらいですね。9時半ぐらいの到着を見ています。昨日の動画で今回のお仕事がドロップ&フックだからリーファーに給油してから行かなくちゃなんつって話してたと思うんですけど、夜中の間にステータスがライブロードに変わりましたので、まあ、お客さんのところでドアにつけて荷積みしてもらうパターンに変わりましたから、まあ、リーファーは今4分の3ちょっと切るぐらいのところまで燃料入ってますから特に給油せずそのまま行きます。ドロップ&フックでね、お客さんのところにこの空のリーファーをドロップするとなると満タンにしとかなきゃいけないんですけど、ライブロードなんでそのまま向かいます。でアポイントメントは10時ですから、まあ9時半ぐらいでちょうどいいかなという感じです。向かってます。今日もいい天気ですね。そしてケンタッキー州涼しいですね。まだ80度に行ってない歌詞で朝めっちゃお散歩しちゃった。あのレストエリア体操して気持ちいい朝でしたね。ここからあと1分ぐらいと出てますね。この道路の感じから行くと結構狭そうに感じますが、どんな感じでしょうかね。まあこれでぼちぼちお客さんのところに到着します。また後ほど。はい、今アメリカ特有のたらい回しにあっております。まず最初にお客さんのね、名前の看板があるチェックインのところに行ったら、そのピックアップナンバーはうちのじゃないって書いて、ファーストビルディングに行けって言われて、最初の入り口のところにある建物に行って今チェックインしようとしたら、ここも違うって言われて、どこだって言ったら、いやお前が最初に行ったところが正しいよ、そっちでもう一回聞けって言われて、敷地内をぐるぐる歩かされております。もう一回最初のチェックインのところに行ってトライしてみたいと思います。今最初にビジットしたオフィスにもう一回戻ってきたら、やっぱりここも違うって言われて、あっちじゃねえかって言ってまた違うところに行かされて、3つ目のオフィスでチェックインすることができました。今から20番のドアにつけます。はい、それではお客さんのところを出発します。現在時刻は午後12時35分です。朝9時半にはここに来てましたから、ちょうど3時間ぐらいの滞在ですかね。で荷物をピックアップしたので今からスケールに向かいます。ここから15分ぐらい離れたところにキャットスケールがありますので、そこへ向かいます。はい、ここの TA にスケールがあるので立ち寄ります。あー、なんか混んでそうだねは
どこにあるのかな、キャットスケール。ちょうどクリートさんとこのトラックが使ってますね。よし、右側乗るかな。乗ったね。よし、さあスケールね、一応ね40フィートに合わせてます。キングピンからタンデムまでを一応今40で合わせてます。なんかね、伝票は2万パウンドぐらいで書いたんだけど、引っ張ってる感じ絶対そんなことない、4万以上ありそう。さあどうでしょうか。うん、大丈夫ですね、問題なし。はい、では次に進みましょう。よいしょ、なんか狭っこ苦しいトラックストップだから、とっとと脱出しましょう。どっちが出口なんだ。よし、これでスケールを済ませたんで先に進みましょう。どこに行くかというと最寄りのラブズに行きます。ラブズのポイントでただドリンク、無料ドリンクをゲットしに行きます。はい、ウェイステーションが出てきます。プリパス対応ですね。ウェイステーションクローズドと書いてありますね、プリパスもグリーンに反応しましたので通過します。はい、ウェイステーションは通過します。おー、いい景色ですね。ちょっと皆さん車間近いんじゃない、ちょっと近いんじゃない、見通し悪いんだから気をつけなよ。いいなあ、この山道がすごい、木々が青々していていいですよね。あと 1,2 ヶ月するとやっぱこの辺はだいぶ寒くなると思うんで、こういう景色も変わってくるでしょうね。今はね、夏で暑いからこんな感じですけど、これが秋冬って変わっていくわけですもんね。僕らがもう十何年フロリダにずっと住んでたから四季がないわけですよね。常夏っていうわけではないですけど、一応冬はあるんですよね、2週間ぐらいそう、夏秋冬春ですよ冬あったみたいな、いた冬聞こえたみたいな。だからうちの子供たちなんかは四季っていう感覚はないでしょうね。そういうのもちょっとね、日本のそういう4つの季節があってっていうの、それと日本ならではの行事がね紐づいてて、桜を見ると春を感じて、出会いと別れのシーズンでそういう感情があるんだよって、だから桜を見ると日本人はいろんな感情が湧くんだよみたいな、そういうこととかね、なんか教えてあげたいけど、フロリダで住んでたら難しいでしょうね。ずーっと暑いんだもんね。3月からプール入れちゃうんだからさ。現在はケンタッキー州のなんて読むだろう、スパータっていうところを南に向かって走っております。インターステート71番、 I-71 を南に向かって走っております。次の55番の出口で降りてラブズに行きます。まあ目的はドリンクを無料でゲットすること、そしてお手洗いですね。さっきのお客さんのところ3時間いたんですけど、お
客さんのところにお手洗いがなかったもんでラブズで行ってしまいたい。あとはまあそんな汚れてないけど一応ウィンドシールドもウォッシュしておきましょう。これ今55番で書いてあるじゃないですか。でエグジット45って書いてあるじゃないですか。僕らこれを遠くから見てこの出口のここに入るまでに45に落とそうとするんで本線でねだいぶ減速してから入ってくるんですよ。それをねてめえ何高速でブレーキ踏んでんだみたいな感じでね煽られることがよくあるんですけど、そこはねもうご容赦いただきたい。本線で走ってるスピードで速道にトラックで突っ込んだらもう間に合わない、絶対間に合わないんでひっくり返っちゃいますから、ちょっとねそこはねご容赦いただきたい。はい、ストップサインです。止まります。ピタッと。ちょっと今いけないね。今日はこれでね、ここでここはとりあえず近いから来たっていうだけなんだけど、このあと会社に指定されてる給油ポイント、それもラブズなんで、まあもしかしたらそこのタイミングでシャワー浴びるなら浴びちゃうかなっていうところ、まあ計算によりますけどね。今日は一応ねもしドライビングタイムが間に合うならメンフィスのターミナルまで行っちゃおうと思ってるんですよ。でメンフィスの、おすごいね、あれトランプのショップ、なんか T シャツとか売ってるのかな、面白そうだね。でメンフィスのターミナルに行ければメンフィスのターミナルでシャワーを浴びれるんですけど、行けなかった時のためにねあらかじめ浴びとくかって、まあ、それもドライビングタイムの兼ね合いによりますね。T シャツとか帽子とか売ってますね。あの売ってたおじちゃんに合図したら手挙げてましたね。これはどういう仕組み？もう一回向こうから回ってくるけど、だいぶ今ぐるっと回ってきたと思ったけど、空いてる。あ、でもなんかバリケードしてあるね、いくつか。あー、軽油ぶちまけたやつがいるんだな。あー、清掃が入ってますね。あのディーゼルをねたまにね差しっぱなしにしてジャバ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 漏らしちゃう場合があるんですよ、タンクからね。そうするとああやってバキュームして高圧洗浄かけてなんか薬剤撒いてってやるんですよ。あれすごい値段だって聞きましたよ。1回1500ドルだかなんか。なんだよ、さっきのところに止めちゃえばよかったかな。まあいいや、のんびり行こう。あー、嫌なとこ来ちゃったな。ただお手洗いってジュース汲みたいだけなのにな。はい、それじゃあ出発しまーす。よいしょ。ここはなかなか狭っ苦しいラブズでしたね。入るのも一苦労、出るのも一苦労ですね。はい、ここからインターステート71番サウスに戻ります。ここのカーブは外へ傾いてるね。あー、これ多いんだよねアメリカ、本当に真っ平らか逆に傾いてるとかっていうのはね、日本じゃ考えられないでしょう。日本は絶対バンク外側上がってるじゃないですか。本当に逆向きのところいっぱいあるから、これでトラックを横転しちゃうっていうね。会社が指定してる給油ポイントのラブズまではここから76マイル1時間19分を見ています。またね景色を楽しみながら安全運転で行きたいと思います。あー綺麗、この山のね谷間とその向こう側に見えてる緑が綺麗ですね。綺麗ですねって言いながらめっちゃ加速しちゃってるね、下り坂で。気をつけて気をつけて。いやー綺麗。昨日も
様からいただきましたコメントに100件ぐらいお答えしたんですが、まあ1回に100件が限度ですね。もうすごいコメントが溜まっちゃってまして、ちょっとハートボタンをね押すのもちょっと滞っちゃってまして、本当に申し訳ありません。ちゃんと全部読んでるんですけどね。まあコメント欄に返事をするためにまあ動画を開くわけですが、何週間か前の動画見て見返しましたら、私ハーハー言いながら運転してますね。あ、綺麗な川ね。相当スケジュールに忙殺されてたって感じがありましたね。はあはあはあって運転して、まあつい最近もね、あの山道を狭いとこ行っちゃって行き止まりだったっていうのがあって、まああれなんかコメント欄に喘ぎ声がどうのこうの書かれちゃってましたけど、まあでもそんな感じのね、まあ、リアルさもお届けしておるわけですけど、いややっぱり前のマネージャーのやっぱキツキツのスケジュールっていうのは相当こたえてたんだなというのは今思い返すとね、思い返すとっていうか、まあ、動画を見返すとね思いますね。ただあのスケジュールを自分のスキルでチャッチャッチャッとさばけるようになると、ものすごいマイル数走れるんじゃないかと思うんですよね。まあ彼の場合はね、たまにポカがあるんで行ったはいいけどキャンセルになっちゃったとかがあるから、実際のねマイル数が計上されないってことも何回かありましたけど、ただあれくらいこう機敏に動かしてくれるドライバーマネージャーと組んで、自分がもうものすごいドライビングテクニックというか、もう無駄のない安全走行っていうのかな、安全イコール遅いじゃないんですよ。スピードがある程度出せつつも安全に運転できるっていう、まあ、技術があるんですけど、僕はまだそれは全然ないんですけど、あとはまあそのトラックストップとかお客さんのところでのバッキングですよね。バックが一発でスーッと入ればその分時間が短縮できるんで、まあ、そういうところをねなんか上手くなって、そういういっぱい仕事くれるマネージャーと組んだらマイルいっぱい稼げるんだろうなって思いますね。まあ、僕らマイル単価なんで、マイルが走れればお金も良くなるっていうね、まあ、そういう世界なんで、今ちょっとだけ昇給しまして、47セントから48セントになってますけどね、1マイルあたり。いやしかし綺麗な山ですね。いいね、この左カーブでカーブの先に車が消えていく感じとかね、絵になりますね。はい、正面にルイビルの中心地が見えてまいりました。左側にビル群、右側には随分雰囲気のある橋が見えてますね。これは減速しないとやばいね。よいしょ。あ、右側にルイビルスラッガーの看板がありますね。やっぱりルイビルスラッガーはこのケンタッキー州ルイビルのやっぱりそういう由来というか、野球やってる人にはね、ルイビルスラッガーっていうブランドはルイスビルって書いてルイビルですね。ルイ・ヴィトンと同じ感じね。ルイス・ヴィトンじゃない感じね。ルイビル、この辺は病院と大学ですね。あ、ちょっと詰まってますね。右側は教会でしょうかね。危ないな。よし、ありがとう。気使いますね、これくらいのスピードの渋滞って。意外とね、車間がすぐ詰まっちゃうんでブレーキ間に合わないなんてことがありますんで、こうやって入ってくるでしょ、横からね、こうやってね。違うんですよ、もう 僕らはトラック1台分ぐらいの車間が必要なんですよ、止まるために。それを埋められるとね、突っ込んじゃうんですよ。でまたそれをこうまたね、車間をこうやって開けとくじゃないですか、詰められちゃったから。
すとね、また他のやつが入ってくるっていうね、繰り返しなんですけど、全然スピード出せない。マーチン・ルーサー・キング・ジュニア・ハイウェイ、これ全米にマーチン・ルーサー・キングっていう名前の道路がいくつあるんでしょうね。めちゃくちゃあると思いますね。何万じゃ効かないんじゃないね。日本ってこう区画に住所が割り振られてるじゃないですか、ね、どこどこ一丁目とかね、どこどこ町とかね、そういう感じで区画に割り振られてると思いますけど、アメリカっていうのは道路をストリートネームに地番が振ってあるんで、あの名前のない道路っていうのはないんですよ、基本的にね。全部道路には名前がついてるんですけど、その中でね、マーチン・ルーサー・キングっていう道路一番多いんじゃないかな。めちゃくちゃありますよ、どこにでもある、うん。まあ、マーチン・ルーサー・キング・ストリートとか、ね、マーチン・ルーサー・キング・ドライブとかね、マーチン・ルーサー・キング・ロード、マーチン・ルーサー・キング・ブールバード、もうありとあらゆるところにもうその感じのストリートネームが振られてるから、一旦ね、全国っていうか全米にどれくらいあるのか探偵ナイトスクープとかに数えてもらいたいよね。すんげえあると思うよ、多分どこ行ってもいるもん。なんだあの右のやつは、なんだゾウさんみたいなのがくるくる回ってるぞ。電波塔か管制塔か。右側は空港ですね。右側の空港は何、ルイビル・モハメド・アリ・インターナショナル・エアポート。何これ、すんごい砂ぼこりね。モハメド・アリ・エアポート、あ、そう、そんな名前なんだ。モハメド・アリ選手はここの出身なの、ルイビル出身、そういうこと。おーい、かっこいい楽しそうだな。まあ俺はバイクの免許はないけど楽しそうですね。アメリカのおとっちゃんかっこいいね。よし、ここから65マイルに復帰してますね。はい、出口を出てきました。ここを左に曲がると会社に言われた給油ポイントラブズが出てきます。ラブズに行ったらいいの、これ入り口工事してるよ。ああ、ここね、 Turn here って書いてあるね。なかなかトラフィックが途切れませんね。よいしょ、結構たくさんトラックの出入りがありますね。ここのラブズも狭いね、ゴミゴミしてるわ。ここは開いてんの？開いてないんでしょ、閉じられてる。こんなんばっかりだね今じゃあ給油します。
はい、それでは出発します。一応トラックとリーファーに給油をしました。どちらも満タンになってます。今日はここからですね、メンフィスのターミナルまで行きたいなと思ってるんですけど、早速出口が混み合ってますね。ここからメンフィスのターミナルまでは5時間29分と出てますね。ただ現在の所要時間は6時間10分と出てますね。到着予定時刻は夜9時、セントラルタイムでね、夜9時と出てます。ここのラブズも動線が悪いですね。なんかもう入ってくるのと出ていくのともうぐっちゃぐちゃなんですよね。これでそもそものオリジナルのね、出口を工事で塞いでるから余計、会社がね指定してくるラブズってもうみんなこんな感じなんだよね。ちっちゃくてゴミゴミしてるとこばっかり。まあでもそのね、会社の燃料カードでラブズでディーゼルを入れるから、僕はシャワーをタダで浴びれるというねベネフィットを受け取ってるわけで、文句はほどほどにしましょう。文句じゃないけどさ、なんかね、トラックのコストってすごい大事だと思うけど、燃料費ってすごく大事だと思うけど、でもそこにトラックが必要以上に滞在することによって移動できる時間が減るっていうんだったら、全体で見たらプラスかマイナスかという話になってきますよね。まあみんな俺みたいに真面目に働いてない可能性もあるしな、それは分かんないですね。よし、この先を左だね。はい、ここからインターステート65番 I-65 をサウスに向かって走ります。現在はケンタッキー州のシェファーズビル、シェファーズビルというところにいます。はい、ウェイステーションが出てきます。プリパス対応ですね。ウェイステーションクローズドと書いてありますね。プリパスもグリーンに光りました。はい、ウェイステーションを通過します。ケンタッキー州エリザベスタウンのウェイステーション通過します。歩いてる人いたね、大丈夫。はい、テネシー州に入ります。ケンタッキー州からテネシー州に入りました。現在の時刻は夕方4時51分です。インターステート65番 I-65 を、南に向かって走っております。ここから目的地としているうちの会社のメンフィスのターミナルまでは4時間13分ですね。ウェイステーションクローズドって書いてありますね。この先ウェイステーション出てきますが、クローズドと書いてありました。ここはウェイステーションとインスペクションステーションと両方あるテネシー州の場所ですが、どちらもクローズドと書いてありました。工事中なのかな。ああ、完全に工事中ですよね。それはクローズドですね。はい、108番スプリングフィールド、テネシー州スプリングフィールド、ここで一回降ります。ちょっとね、もうお手洗いが限界。また給油するところに止めて、ちゃちゃっとおトイレだけ済ましていきたいなと思うんですけど、またさっきみたいに混んでると嫌だな。空いてたらいいなって感じ。これでおしっこ漏れちゃう。あ、直接的な表現をしてしまった。ここから入っていっていいのかな。この左から2番目にかけましょう。ここの2台が同時に動いたね。よし、じゃあおトイレ行ってきます。はい、それでは出発します。あ、
ます。もう溢れちゃってみんなこういうとこ止め始めちゃってますね。夕方5時24分ですけどね。これはちょっとやりすぎじゃない？はい、今ラブズを出てきました。今から向かおうとしているメンフィスのターミナルはあと4時間、所要時間4時間ちょうどと出てますね。僕のドライビングタイムの残りが5時間49分で、14時間のオンデューティーのクロックが残り7時間と出てますから、まあこのまま時間通り行ければ問題ないって感じですね。到着予定時刻はセントラルタイムで午後9時26分を予定してます。で、なんでメンフィス行きたいかというと、お客さんがね、メンフィスのターミナルから多分30分圏内にあるんですよ。なのでそこまで行ってシャットダウンすれば、まあ明日、まあ安心してお届けに行けるという感じですね。まあ明日のお届けはですね、午後3時から午後5時までだったかな、なんかタイムレンジがあるんですよね。だからなんかもしあれだったら早めてもらえないかなみたいなところはあるのと、まあこれで夜行ってね、10時間リセットしたらもう明日の朝から本当は走れるわけなんで、まあ、お客さんのところまでもう近寄ってるからなんか早めたいなっていう、まあまたアップデートがあるかもしれないですけどね。あ、左から救急車が追い抜いていきますね。あとね、昨日ぐらいからね、ちょっと左の脇腹が痛いんですよ。なんか肋間神経痛みたいなことなのかなみたいな。背中がね、もう慢性的に凝っちゃってて、まあ、シャワー浴びた時とかに温めて、その後マッサージ機とかでほぐしてるんですけど、なんか脇腹が痛いんですよね、座ってて。だからちょっと明日、まあ配達が午後で遅いなら遅いで、ちょっと体のケアに時間を使おうかなとも思ってます。まあ、やっぱりエコノミー症候群じゃないけど、オフィスワークとかでさ、例えばちょっとおトイレ休憩とか言って立って歩ったりとかそういうのが本当に少ないから、基本ずっと座りっぱなしなんで、まあ今みたいにね、ドラッグストップ行ってお手洗いするっていうのと変わりないのかもしれないけど、でもやっぱなんかね、こうガチッとこう体を固定したまま動けないというような時間が長いんで、神経痛的なものは結構不快ですね。早めに治したいって感じ。おお、このね、岩肌がいいですね。そこから自生してる緑の植物もいいですよね。お、山が綺麗だわ。本当に山が綺麗だね。はい、正面にテネシー州ナッシュビルのダウンタウンが見えてまいりました。都会ですね、ナッシュビル。ちょっと車が少しだけ詰まってきましたかね。I-65 のサウスに行きたいんで、右側の車線にいなきゃいけないですね。あれは何でしょうか。あれはフランクシナトラですよね、あの看板は。バー&ラウンジ、シナトラのバー&ラウンジがあるんで、行ってみたいですね。行ってみたいですね。めちゃめちゃ行ってみたい。マイウェイとか誰か演奏してくれるんですかね。フロリダではね、まあ、この間亡くなっちゃったんだけど、ジミー・バフェットっていうね、まあ、俺はアメリカの加山雄三って呼んでるんだけど、海とかね、船とかね、そのリゾートみたいな感じの歌が多いんですけど、まあ、彼の作った、あ、川ですね、綺麗。リバーウォークだって。あー、綺麗ね。
これリバーウォークはこれショッピングモールになってるのかな。あ、そうそう、ジミー・バフェね、彼が作ったマルガリータビールっていう曲があるんですけど、まあ、その曲名にちなんだね、レストランとかね、リゾートとかがフロリダにはたくさんありまして、そこに行くと彼の歌がね、ずっとかかってて、あとはその、まあ、コピーバンドみたいな人たちが演奏してくれたりとかね、すごい楽しいんですよ。だからジミー・バフェ知ってる人だったらめっちゃ楽しめると思うけど、知らない人も聞いてね、楽しみに行ってほしいな。本当楽しいよ。マルガリータビールって曲はもうフロリダ旅行してたらいろんなとこでかかるんじゃない多分、うん、ショッピングプラザとか、あとまあ普通にリゾート地とかでもよくかかりますよね。チャ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 っていう、もう特徴的なイントロで、あ、始まったなみたいな感じ、うん。さあ、ここは左だね。キープレフトね。OK。今、夕方6時50分です。テネシー州のインターステート40番 I-40 をウエストに向かって走っております。ウエストに向かって走ってるということは、こういうことですね。めちゃめちゃ眩しい。夕日がめちゃくちゃ眩しい状況になっております。ただこのままね、まっすぐ日が沈めば綺麗な夕焼けが見れるんじゃないかなと思いますが、沈むまではずっとこんな感じで真正面に太陽を見ながら走るような感じになると思います。さっきからやたらとね、警察が多いんですよね。パトカーが何回も追い抜いていくし、中央分離帯のところに隠れてたりするんですよね。今はどうかわからないですけど、僕がまだ日本にいた頃っていうのは警察は夜は速度取り締まりやらなかったんですよね。白バイも夜は走らないっていうルールだったんですけど、今はどうなってるんですかね。まあ、夜は無法地帯でしたよね。だから首都高とかね、アメリカは普通に夜も昼も関係なく、こういう茂みのところとかにね、パトカー隠れて運転席からレーダーでこっち向けて構えてたりしますよね。ここから夕焼けがあって日が沈んでマジックアワーのね時間に入りますけど、まあ野球なんかで白母の時間はボールが見にくいなんて言うんですけど、運転も同じでね、やっぱり強烈な夕日を見た後ちょっと薄暗くなっていく時間っていうのはすごい見にくいんですよね。ここの工事区間はトラックユーズレフトレーンというね、左車線をトラックが走らなきゃいけないパターンのやつです。はい、工事区間が終わりましたので右に戻ります。マジでロールオーバーするかと思った。本当にもう声も出せなかったわ。あんなところにタイヤが落っこってない。しかし眩しいね。もう制限速度が何マイルなのか全然見えないんだけど、眩しくて60って書いてあったよね。一応昼間はね、土入りサングラスをしてるんですけど、もう日が昇ってからずっと土入りサングラスをしてますが、もう夕日と朝日はもう勝てないね。サングラスでももちろん効果はあるけど、裸眼よりはずっとマシだけど、もう目開いてらんないもんね。あ、テネシーリバーですね。あー綺麗だね、すごい。あーすごいね、遠くまで真正面から夕日が照らしてるけど綺麗ですね。はい、現在時刻は夜7時35分です。真正面に夕焼けが見れるかなと思ったんですが、ちょっとね右側に隠れてしまいましたね。この木と木の間からね時々夕焼けが覗くんですけど、普通に右側に隠れていってしまいました。まあこのまま少しずつ暗くなっていくんじゃないかなと思います。
あー、綺麗な夕焼けですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。右側の木がなくなったら途端に美しい夕焼けが顔を出してくれました。一日が終わっていきますね。感謝感謝、ありがとうございました。今日も一日残りも安全運転で行きますね。右側にずっと林があったから見れなかったですけど、急に開けてね、いやー綺麗、癒されますね。あと少し頑張りましょう。ちょっとレストエリアに来ました。多分駐車場はもう空いてないと思うんだけど、とりあえずちょっとお手洗いに行きたいから来ました。もう空いてたらターミナルじゃなくてここでもいいな。空いてなさそうだけどな。空いてないね。空いてないけどちょっと行かしてよ。どこどこ、ちょっとダメよ、行かしてよ。欲しくしたいんだよ俺は。ダメだ、空いてないし、お手洗いにも行けなかった。あと1時間ちょっとだから我慢かな。あー困ったね、おトイレにも行けないじゃん。ずっとおトイレを我慢したまま走り続けてます。会社のターミナルまであと10分と出てますね。で僕のオンデューティーの方のタイマーが残りあと21分なんで結構ギリギリです。しんどいですね、いろんな意味で。今日は朝の8時45分から、点検を始めてオンデューティーにしたんで、夜の14時間だから夜の10時45分まで。そして今時差が1時間あるところに来てるんで、だから9時45分までですね。現在の時刻が9時31分です。だからあと残り14分以内にシャットダウンしないとバイオレーションになっちゃう。まあ、お客さんのところに2時間以上いたんで、スプリットすればね2時間戻ってくるんですけど、いや非常にしんどい。信号のつなぎが悪いね。はい、高速降りてきました。ストップサインです、止まります。はい、よいしょ、はい、ピタッと。開いてないね。ここら辺開いてますね。はい、ということで、ターミナルに着きました。今お手洗いに行ってきました。シャワーはね今3人くらい待ってたんで、もう今日は諦めて寝ます。はい、もうちょっとご飯も今日はいいかな、疲れちゃったということで、こんな感じで毎日 Vlog やってますんで、まあもしよかったらチャンネル登録をお願いします。いつもコメントと高評価ありがとうございます。また明日ね、お客さんのところに配達がありますので、またそれも Vlog にします。また明日の動画でお会いしましょう。それでは皆様 Be safe、 ご安全に。